紹介をさせていただきます、はい、広報の場所があるんですけれども、そちらで東北応援といたしまして、はい、ビートルズグッズここでしか買えませんよ。キーホルダーとかね、買えたでしょうね、ここでしか買おうと思ってますけどね、はい、いろんなグッズがございますので、ぜひ皆様お買い求めください、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまず最初のバンドコーナーなんですけど、どんなバンドでしたか。ではコーナーズのご紹介をさせていただきます。はい、結成は2014年2月26日に初ライブ、カトン226事件、226事件なんか関係ある。いやいや、コーナーができたという226事件そうですよね、はい、はい、カート&ミコのユニットからスタートしました。はい、本日の見どころは2015年11月14日からのライブより6人編成になりました、はい、それから徐々に増量する増殖バンドです。本日はギター、コーラス、パート、ハーフォンキャプテン、江川、ボーカル、ミコのコーナーズミニで参戦いたします。はい、それでは皆さん盛大な拍手お願いします。コーナーズです。ノルウェーの森、これね、突然間違えちゃったかもしれん、前の歌がなかったと思われた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、これいろんな方がカバーをなさってて、これはユーミンバージョンということで、高中さんとのなんですけど、がサビから入るというバージョンなんですね。今から続々と素晴らしいトリビュートバンドが出てます。私たちはどちらかというと飛び道具を使います。人数が、はい、少ないので、で本当ご説明がありましたように、うちのコーナーズは増殖バンドでして、まず2人から始めまして、コーナーズというのが2人ともですね、博多の人なら分かる、雑種の熊の熊、分かりますか、熊、七熊の熊の2人ともついてるんです。私が単な
熊で、カートさんが本名が大熊さんと、まあ博多の人なら、ね、大熊カバン店の大熊さんですね。はい、で英語で言うとコーナーだったんですよ。でコーナーズから始めて、だんだんとビッグバンドに今8人ぐらいいるんじゃないですか、ですね、本当は。はい、でギターが3人ぐらいいるんですけど、じゃんけんで私負けて2期連続ベースですね、はい、という感じですので、いつでも増殖バンドなんでやりたいっていう方々、これね大体歌謡曲中心なんですよね。そう、普段はビートルズはやってなくて、はい、どんなやりましたかね。岩崎宏美、はい、岩崎宏美とか千秋直美さんとかですね、はい、皆さんのお好きな、うん、歌ばっかりを大体やってらせていただいています。レコード大賞取りました。そうですね、そんなやつですねをやっています。それでは続きまして、もう今日はビートルズのおそらくね皆さんがご存知のやつばっかりと思います。まず最初にね、初心者バージョンということで、はい、では続きまして、トゥーボーバース、Two birds flying nowhere, spreading someone's heartache. You want me something driving, love arriving on our way back home. Run away home, run away home, we're going home.Two birds spreading postcard, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting matches on our way back home. On our way home, on our way home, we're going home.You and I has memories longer than the roses that stretches out ahead. Two birds waving mangoes standing solo in the sun. You and me chasing paper.全部出てきて、いろんな逸話みたいなのも出てくるんですけど、これもね、探してみてください。面白いんですよ、なんかね、辻褄の合わん、うん、さっきのノルウェーの森は
さんはいらっしゃいますか？いらっしゃいますかね。あのちょっとこうナンパした女の人の家に行ってこうワインたくさん飲まされて、明日はあの私仕事があるけん早寝る場合あんたはどこで寝るとねって言われてバスルームに行くんですよね。スパイスがそうなんですよ。はあのワイン飲まされすぎてはって言うんです。はい、いなかった、いなかった、で燃やしちゃうんですというでもね、なんかね、いろいろこうその奥にある何かがすごくあるという、ビートルズがどうもそういう感じの歌が多いので、これもあれですね。確かにジョン・レノンが浮気をしてて、はい、それを歌にごまかしてなんか歌詞に入れたとかで、ごめんなさいね。だからね、ジョンとポールの中いろいろね、ビートルズね、あの有名なんで、あんまりこういうジョージ・ハリソンがリンゴ・スターの奥さんと浮気してたとか ね、そういう話あんまり有名じゃないですけど、結構あったそうですよ。まあね、いろいろこう、まあ、ございますでしょう、大人の世界なので。はい、では、続きまして、あの皆さん、ウクレレバージョンとか聞いたことあります？ビートルズ、ポールがね、はい、今ずっともう何年も前から、はい、ジョージのために歌いますので、サムシングをくれるね。なるほどですね。あ、やっぱりポールさんもいかがですか？いいですね、やっぱね、爽やかで。本当はね、この後ろにね、あのフラのお姉さんたちがいてくれてね、こうしてくれたらいいんでしょうけどね。あの想像しながら、ではフラダンスを、はい、フラダンスをお聴きください。